そうか。はい。はい、曲がって、はい、そこがそこをずっと行ったら大変に。はい。京都に帰るにはどうやったら近い？京都は阪和道。阪和道。阪和道。今、どこか。この高架下を松原まで。松原。うん。そこから。三原で乗ったら410円取られるんで、はい、松原まで行きます。松原。はい。その上やった。だから、ここ信号出て、信号左出て、ちょうどね、これずっとまっすぐ行ってもらったら高架あるんですよ、はい、高架を右、高架右ね、右ずっと右に行ってもらったら、はい、右、三原の入り口見えてきますんで、それ無視、はい、無視もし行って次の入り口まで行ったら410円行きますんでね、はい、あれもったいないですから、はい、うん、売れるのかだからもうあの高架見えてるでしょ、信号の向こうに、 あ、はいはい、あれは右です、あれ右です、ね、ずっとまっすぐ行ったら、はい、もう松原の入り口まで行きますんで、はい、お願いします、はい、すみません、お気に、はい、ありがとうございます、もうこれかっこいいですね、ありがとうございます、何年モデル、13年、エンジンを聞かせてもらいます、高いのかっこいいですね、うん、ね、これは CBR でしたっけ、 VFR、 何 cc?1200、 いや、かっこいいな、このデザイン、いいです、いいです、赤今年赤い先生と呼ばれてるやっぱし3倍動くんやね、バッケン、アプリや、あアプリアのスクーターですよ、珍しいな、またこれイタリアンスーパースポーツ、スポーツ僕の参加機会はこう、よう走ってくれるから、はい、あー、ほんとっすね、まあ、気づけて言ってくださいね、はい、ランスツーリングなんで集合写真撮るんで、集合写真、そうそうそう、次どこっち向いてもいいし、こっち向いても撮るけど、ちょっとどうします、集合写真撮ってもらおうか、はい、ほんなら、ここあの前に座ってもらったら、やばいっすよ、それは、あ、いや、みんなぶら下がって